大昔の人類は初めて夜空を見上げるや否や、そのまま星の光に魅了されてしまいました。それからというもの、何千年もかけて太陽系や太陽系内の天体に関する理論を生み出し、さまざまな発見をしてきました。しかし宇宙に限った話ではないですが、宇宙について知られていることは嘘であったり、誤った解釈がなされていることがよくあり、そのまま真に受け取られてしまっています。天文学が専門家だけでなく愛好家にも人気があることを考えれば、なぜそうした勘違いがことあるごとに社会に強く根付いてしまうのか、答えは簡単ですね。太陽系の小惑星帯は機雷原と変わらない。スターウォーズには宇宙船に乗ったハンソロとその仲間が追っ手から逃れるため小惑星帯の中に入って紛れ込むという見事なシーンがあります。その時に、小惑星帯の中をうまく通り抜けられる確率は3720分の1ですというセリフが入ります。 C3PO のセリフが元で、頭の片隅で小惑星帯とは機雷原のようなもので、うまく突破するのはまず不可能なものだと勘違いされるようになりました。しかし実際にはこのセリフは間違っています。もし本当にハンソロが小惑星帯を突破しなければならなかったとしたら、映画のように宇宙船の軌道を秒単位で変える必要などなく、おそらく1週間に1回するかしないかです。なぜかというと、宇宙は広いので物体間の距離も原則として等間隔に広いからです。例えば太陽系の小惑星帯は広く散らばっているため、ハンソロは実際に通ることができますし、ダース・ベイダーが乗ったスター・デストロイヤーの艦隊丸ごとでも通過するのは難しくないでしょう。そして映画の中で登場した小惑星帯は、おそらく巨大な2つの天体が衝突してできたものでしょう。宇宙での爆発。宇宙での爆発についてよく誤解されていることが2つあります。1つ目は SF 映画で何度も目にしたことがあると思いますが、宇宙船が互いに衝突すると大爆発が起きますよね。この時の威力が強すぎるために、爆風で隣の宇宙船まで破壊してしまうことがよくあります。そして真空である宇宙には酸素がないから爆発は起こらないというのが2つ目の誤解です。実際に現実の世界で起こるのはこの2つの中間といったところでしょう。もし宇宙船の中で爆発が起これば、船内の酸素はその他の気体と混ざり合い、次の瞬間化学反応を起こして発火します。気体の濃度次第では船全体に及ぶほどの爆発が本当に発生するでしょう。しかし宇宙には気圧がないので、爆発しても真空状態の宇宙にさらされた途端、コンマ数秒のうちに消散してしまいます。あまりに一瞬の出来事なので、瞬きする暇もないでしょう。これに加えて爆発の破壊力に伴う爆風も一切生じることはありません。ブラックホールは渦になっている。映画やアニメのブラックホールの書かれ方がこの誤解を生み出しています。もちろんブラックホール自体もその中心も目には見えませんので、私たちのためにはブラックホールは逃れることのできない薄気味悪い渦として書かれています。また片側にしか出口がない二次元の渦といった書かれ方もします。ですが実際はブラックホールは球体です。片側から引きずり込まれるというわけではなく、むしろとてつもない重力を持った惑星みたいなものです。そのためブラックホールに近づきすぎれば、どの方向からでも引きずり込まれてしまいます。大気圏への突入。宇宙船が地球の大気圏を突入するところは誰でも見たことがあると思います。これをやると宇宙船はただでは済みません。というのも、船体の表面が必ず強烈な熱にさらされてしまうからです。この現象が宇宙船と大気の摩擦によるものだと思っている人は多いですが、こうした説明がなされるのには理由があります。
なぜなら宇宙船の周りに何もなかったら突然猛烈なスピードで大気と擦れ合い出すでしょう。もちろん宇宙船全体が高熱にさらされることになりますが、実際には大気圏突入の際に摩擦が原因で発せられる熱は 1% 以下です。熱が発生する主な原因は空気が圧縮されるためです。宇宙船が地球へ戻ってくるとき、船体が通る部分の空気が圧縮され、その空気が船体を包み込みます。この現象は頭部波と呼ばれており、宇宙船と衝突する大気が船体を押しやろうとする中、宇宙船のスピードが速すぎるために減圧や冷却される暇もなく空気は熱を発生するというわけです。熱はある程度熱シールドによって吸収されますが、大気圏突入時のあの綺麗な光景は機体周囲の大気そのものです。水星の尾、一瞬水星を思い浮かべてみてください。おそらく氷の塊が光や炎の尾を引きながら宇宙空間を流れていく様が思い浮かぶと思います。なので水星の尾が伸びる方向と水星が向かっていく方向は関係ないなんて言われたら驚きますよね。実際は水星の尾は摩擦や水星が砕けることで発生しているわけではありません。太陽風によって水星が温められることで氷が溶けるので、氷や砂の破片は太陽風が吹く方向へ飛んでいきます。そのため水星の尾は必ずしも水星が通った軌跡というわけではなく、太陽とは反対方向へ飛ばされていくというわけです。宇宙での体重はゼロになる。人間が宇宙船や宇宙ステーションにいると無重力状態になるため体重はゼロになると思っている人がいます。ところがこれはよくある誤解で、宇宙では微小重力と呼ばれるものが働いています。微小重力とは重力加速度がまだ作用しているけれども極めて小さくなっているという状態です。この時の重力そのものの強さは一切変化しませんので、地上にいない時でさえかかる重力の強さは地球にいる時と同じようにとても強いです。さらにこの重力に加えて太陽や月の重力もかかります。なので宇宙ステーションにいても体重が減ってしまうことはありません。無重力に似た状態になってしまう理由は、宇宙ステーションが地球の周りを回っているからです。簡単に言うと、この時人間は無限に自由落下している状態にあり、宇宙ステーションとともに下ではなく前へ落下しています。そして地球の周りを周遊し続けることで浮遊することができるというわけです。地球の大気でも飛行機をある一定の高度まで上昇させてから急降下させると、これと同じ効果を再現することができます。これと同じ原理が宇宙飛行士のトレーニングで使用されることもあります。太陽、宇宙の研究は太陽から始まったと言っても過言ではありません。太陽は球体であり、太陽系の惑星は全てその周りを回っています。そして太陽は遥か彼方に位置していますが、適度に地球を温めてくれてもいます。この太陽に関して大きな誤解となっているのは、太陽が燃えていると思われていることです。ですが太陽は実際には球体のガスで2つの水素原子からヘリウム原子を生成させる核融合によって高熱エネルギーを発生させています。要するに太陽は熱と光を発生させてはいますが、普通の炎を発しているわけではなく、実際にはただの暖かくて大きな光です。本日はここまでにしましょう。正直のところ、私も今回の内容は知らないことだらけでしたし、動画の準備をしていてもとても興味深かったです。皆さんにとっては知っていることだらけでしたか？自分がバカだったと思うと恥ずかしいので、ぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。一緒にこの世界のことをもっと知りましょう。さようなら。
ー。